私たちあの建築都市デザイン学科では身の回りの建築の、まあデザインですとか構造ですとか材料環境設備などのエンジニアリング、そういったところはあの中心にあの勉強をしています。宇都宮大学は幅広く1、2年生とかで学べて、その中で自分が興味あるのを選んで、それぞれ各分野にこう興味あるものをたくさん学べるっていうのがいいところでもあって、構造だったりとか設備だったり環境が好きな、結構みんないろんな好きな分野分かれてるなって思います。割と幅広くあるから、あの何かどこか自分のこうフィットするとこ見つけられるよね。で大学では机の上の勉強だけじゃなくて、あのそういう外に出てっていう勉強を重視していて、割とそういうところをみんなで、ね、あのバスで行って、まあ、教員の解説しながらあの見て歩くっていう勉強をしてますよね。実際に行ってみると机で学んで教えてもらったことが結びついて、あの時学んだやつだってなるので、もう定着度が全然違うっていうか、直接つながるので楽しいですね。完成形を見るんじゃなくて、その途中経過を見るのが私は面白いなって思います。確かにやっぱそれは行かなきゃ分かんないことだよね。先生との距離がすごい近くって、みんなでご飯に行ったりとか、先生が通った時とかにすごい声が掛け合ってってやっぱり国立大学ですので、あの学生あたりの教員数が多いですよね。なので教育とか研究のかなり密にできていると思ってます。実際24時間空いてるので、うん、いつ行っても誰かしら人がいるっていう状況が整ってて、共に頑張る仲間が24時間誰かしらいるので、なんかそれで頑張れてるなっていうのはすごい感じてます、うん、建築都市デザイン学科ではさまざまな課外活動があります。建築物を見るだけではなくて、例えば建材を触って学ぶことや、教師の皆さんと話をしながら建築のことを学ぶことができます。そのため私立とかではできないさらに濃厚な学びができています。入学する前は私はあまり建築に興味がなくて、またあまり絵が得意の方ではなかったんですが、入学した後周りの同級生や先輩方からの刺激を受けて、今一生懸命勉強して少しずつできるようになってきました。苦手なことや興味があることをとことん勉強できるのが大学だと思います。建築にあまり興味がない人も、建築にすごく興味がある人も、ぜひ一緒に学びましょう。